はいどうも、ショーズライフです、まあ、今回もねドライイーストを使った料理を作っていきたいと思うんですが、ロシアで食べたねハチャプリが忘れられないんで、これからねショーゴの思い出料理っていうものをねどんどん作っていこうと思うので、ぜひね皆さんチェックしていてください。今回は第1弾、ジョージア料理ハチャプリ。めちゃくちゃロマンティックなね、料理なので、ぜひね皆さんも見てね美味しそうだなと思ったらね、ぜひ作ってほしいなというふうに思います。それでは作ってみましょう、ショーズライフ。じゃあ早速作っていきたいなというふうに思います。まずぬるま湯 170g、 塩小さじ1、砂糖大さじ1、強力粉 50g、 ドライイースト、サラダ油大さじ1、これを混ぜます。そしたらですね、残りの 250g の強力粉を追加します。追加で一番安かったねチープベストワンをね買ってきた、これ入れます。そしたらこれをね、これをまとまるまでこねていきたいと思います。こんな感じね、発酵させてきたこいつを、まあ2倍ぐらいの大きさになったんですけど、これをね3つずつに分けていきます。チーズをですね、この端にちょっとこうチーズをね包み込みます。この真ん中にもチーズをたっぷりと、はい、ちょっと温めてる間に卵の卵黄をね分けていきたいなと思います。次はバターをねちょっと使います。合計 30g。 チャカプリってこう中にある卵とか、まあ、チーズとかをこうかき混ぜてね食べたりするんですけど、まあ、それをこう調理してくれる従業員の方がね調理してくださる時に、めちゃくちゃロマンチックなことをね俺にこうバー浴びせてね食べさせてくれたんですよ。食べさせて、まあ、こうやって食べさせてくれたわけじゃないんですけど、こう目の前で作ってくれたんですね、まあ、それがもうのすごい印象的で、で、まあ、味ももちろん美味しいですし、まあ、そんなねこう思い出深いこの料理をねぜひねこう作ってみたいなというふうに思い、今回思い出料理作り第1弾としてね作らせていただきたいなというふうに思い、今回作ってみました。まず卵のね黄身を1つここに入れます。これをあとね2分ぐらい最後に焼きます。完成、じゃじゃーん。よし、サムネをね、サムネ撮んないといけない。ここか、OK、それでみんな OK。
あれじゃあね、この正しい食べ方をするんですけど、まずこれがね、固まらないぐらいにこう温めるのなくちゃいけなくて、で、これぐらいだったらこれをですね、チーズと卵をこうね、混ぜるわけですよ。ちょっとね、なんかロマンチックなね、こう説明がお店だとしてくれるんですけど、ちょっと覚えてないんで、で混ぜたらですね、もうこれをいただくわけです。いただきます。なんか思い出してきますね。写真とか他のものもそうなんですけど、やっぱ食べ物っていうのもなんかその場所だったりとか、その時あった思い出ってものをね、すごいこう想起させてくれるね、役割があるというふうに思ってますね。というか、まあチーズとか卵をね、わーうめえなーって思うことってなかなかないと思う。それを一気にね、あーうめえわーって思えるような、まあ、素晴らしいパンなのかわからないですけど、ぜひ皆さんも今までね、いろんなところで旅行してきた人も旅行できてない人もいると思うんですけど、昔のね、思い出の味っていうものをね、ぜひこう作ってみて、で、できればね、このジョージア料理チャカプリめちゃくちゃ美味しいので、ね、ぜひ皆さん作ってほしいなというふうに思います。ということで、皆さん第一弾どうでしたか。思い出の味、ショーゴ思い出の味、ショーゴ思い出の味第一弾、ありがとうございますということでね、皆さんぜひまた次のね、次回は何にするかまだ決めてないんですけど、第2弾第3弾とね、続けていきたいなというふうに思っていますので、ぜひチャンネル登録の方かな、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ショーズライフ、お昼のために作ったのにもう2時やないかい。どう、いってらっしゃい、おやすみなさい。